なっております。中国の唐小玲選手が後を追いかけておりまして、もう一種目ゆか運動を残しております。唐小玲が 9.95 を出しますとビチュラワと並びます。従いましてまずビチュラワ選手の初優勝はほぼ確実と申し上げてもいいんじゃないかと思います。ビチュラワ選手の平均台です。先ほどのシュワ選手の平均台は 9.70 です。ちょっとターンのところでぐらつきがありましたね。はい、後転跳びから後方の宙返り、まあ、体操の女王というよりはむしろこの顔を見てください。童話の中に出てくる王女様といったようなそんな感じもいたします。ビチュラワ選手です。モスクワ生まれのまだ中学生です。692学校というところに行ってるそうですが、その8年生、まあ、日本で言いますと中学生です。7歳の頃から体操を始めたそうです。コーチはオルロフさん。じゃあ8年目ですね。そういうことになりますね。2回宙返りよりいかがですか。そうですね。